カルビーサミヤおばさんアムアムアムのアムアム彼氏不在です。そうですね、はい、カルビーが今カメラマンやってくれてます、はい、本日やっていただく対決は巨大相撲。どういうこと？なんか巨大になってやるってこと？ここ、はい、吉本興業本社なんですけども、はい、芝生あるじゃないですか、はい、芝生が全部土俵です巨大です。巨大、確かにでもルールは簡単です、はい、芝生以外に出たら負け、はい、なるほど、まあ、あと普通の相撲と同じで、足以外がついてしまった場合、ね、負けになります。これも負けってこと？こうなったらそこ芝生じゃないんで負け、そう負けです。負け、あの完全に芝生じゃないなっていう場所はもう負けです。ここでしょ？あ、そうです、そこはこういうことね。そこ土俵際になります。こんな追い詰めんの一応こうこんな感じですね、芝生の範囲だから、ここに足が乗っかったら負けですこれ芝生じゃないですか？そこにじりじり追いやられたらやばい。そうそうそう、たまにこういうのが芝生の中にもありますか。はい、それでは巨大相撲やっていきましょう。アムアムワールド東おばあさん、西スタミナ、見合って見合って、発狂い、残った、おばさん めっちゃ疲れる。何これ、ひかしカルビアは日清スタミナ山、見合って見合って、あっきょーい、残った、残った残った、皆の勝利マジ掴んだ、土俵から出た東カルビ山、西おばさん丸、見合って見合って、
八丁い残った。石あるよ、石あるよ。石踏んだらアウトだろ。おばさんにゃ丸の勝利。何もしてない。これやばいね。ここ踏んだらもうアウトだからね。総当たり戦の結果、カルビ最下位。罰ゲームですね、これは。万力はでも、彼氏の万力じゃないと意味ないんで、やっぱ相撲っぽい、うん、方がいいか。相撲っぽい罰ゲーム。可愛がり。何はい。かわいがりな。かわいがりな。めちゃくちゃ食らってるじゃん。結構食らってるよ。かわいがったな。だいぶ可愛がりまして、いい可愛がり。もうこんな調子です。ぜひ皆さんも可愛がってみてください。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。